かりました。じゃあ私から、あ、はい、何個かその山田先生がその高速道路でこう、はい、うんうん、最初できない、今もできるっていう感じですね。今もできるようになりました。え、ちなみに変な、ちょっとこれと関係ない話ですけど、ああ、どうぞどうぞ。タクシーでその高速道路でこう行くと、はい、どのぐらいの距離運転されるんですか。遠いと何キロなんだろう。でもこっから僕みなとみらいとか結構みなとみらいだともう1万5000円ぐらいいっちゃうんですよ。やばやばいんですよ。え、それは深夜で。あ、深夜です。ですよね、深夜だともうちょっと1万8000ぐらい行っちゃうかな。その下道が得意とおっしゃってましたけれども、はい、やっぱりそのこの都内ですから、やっぱりこう、うん、まあ、曲がりくねった道が多いじゃないですか。やっぱりそれにやっぱり慣れてるからっていう部分もありますよね。そうですね、慣れてます。感覚はもう分かってるので、まあ、ぶつけた時ないですし、例えば新宿から東京駅まで行くとしたら、多分ですけど300台ぐらい抜いてます数えた時ないですけどね。うん、でも僕超日本で一番うまいと思ってます。下道は僕一番早いと思ってます、法律の範囲内で。はい、私は全く逆です。高速得意なんですけれど、超羨ましいいいっすね、いいっすね。埼玉から川越から京都まで一人で運転しました。いやー、すごい、俺フラフラになっちゃうわ。しかも8時間ぶっ通して、まあちょっと休憩は何回かしますけど、うんうんうん、でもまあ去年は一人で川越から京都まで実家帰省でボーイングのボール積みながら運転しました。あ、すごい。しかも夜間ですけどね。あ、すごく楽しかったです。うんうんうん。じゃあ一つそれに関して質問してもらえますか。はい、やはりそうすると車運転するってことは、はい、特に下道ってことで右折、はい、よく難しいって言われるんですけど、その辺ってどう思ってますか。あ、もう右折は僕右左右みたいなのあるじゃないですか。右左右って見るっていうの、はい、僕右左右見て、もう一回左右ぐらい見てますよで、もう後ろからビービー鳴らされても関係ない、ゆっくり行こうと思ってます。もう鳴らされても関係ない、うん、また右折が終わったら直進で頑張るみたいな、そんな感じですね。交差点内では絶対ゆっくり走ってます。ああ、そうですね。なんか、うん、あ、なんだっけな、安全工場でちょうどなんか、はい、7個か8個、うん、ポイントがあるとか。でも実際人間の目で1秒で見れるんですけど、アスリートでも5個ぐらいしか見れないっていうのは交差点。へえ、そうなんですね。ちょっとそういうのがあって、はい、あ、そう、右折は最も難しい運転技の一つっていうふうにね、うん、ちょっとあの、なんだっけな、保険会社の方がおっしゃってた。ああ、そうなんですね、はい、やっぱ右折は本当危険、もう左折もそうですけど、とにかく交差点で全ての事故がほとんど起きてると思ってるので、ね、交差点だけは気をつけてます。まあ他のところも気をつけてますけど、特にゆっくり慎重にと思ってます。はい、 ありがとうございます。とんでもございません、うん、あ、その青だから交差点のところでちょっと、まあ、後ろから直されるということでちょっと関連した質問なんですけど、はい、うん、青い青ってよく合いますよね。私はよく高速道路で一回その走行車線から追い越し行って抜いた後にやっぱりある程度の感覚がないと戻れないんですよ、怖くて怖くて。で、それで後ろから突っ込んできてもうむっちゃ至近距離で詰められてる。あ、いますよね。もはいはい、山田先生でもしなんかその煽り運転とか経験があって、なんかそのもし僕自身も結構ムッてする時あるんですよ、うん、なんやねん、もうふざけんなよ、こっちはもう戻れへん、戻りたくても戻られへんねんって、うんうんうん、そういう思いで運転する時はよくありました。なんかその煽り運転でもしなんかこう攻略方法っていうか、なんかもう 心でどういう風にやっていけばこう満たされた状態でこううまいことを回避できるのかっていうところをちょっと教えていただきたい。煽り運転は完璧に避けれる方法があります。煽られたら、うん、あ、高速道路だったらできないかもしれないですけど、まあ高速道路でもやっていいですよね。もう路肩に寄せて行かせちゃう。ああ、うん、あ、もう走行車線走るってことですね、話が。あ、自分はもう路肩まで行って、だって煽られてるからもう路肩まで行って、あ、やり過ごしちゃう。僕もタクシー運転手なんで、煽られたらあの左に曲がったり、あの路地大きい道から外れちゃう。俺は、あ、お客さん乗ってたらできないですよ。お客さん乗ったらできないんですけど、乗ってたらもう外れちゃうし、お客さん乗ってたらなるべくその車とは離れる。うん、はい、
って感じです。でもイライラするのは本当ムカついちゃうんでまあよく私は、うんうん、和歌山へよく旅行へ車使ってたんですけど、その京都から京都へ実家でこう、まあ、学生時代の時はですけど、うんうんうん、その時はよく土方へ寄せて、もう1本しかありませんでしたから。ああ、うん、しかもくねくね道なんで、すごい狭いんですよ。で、ある程度のところの、その対比線っていうのはよくあるんで、うんうん、そこで、はあ、まあ、まあ具体的に言うと、まあ、奈良交通の、その白浜、白浜じゃ新宮から大和やげんか、世界日本一長い、はい、長いバス、バス路線なんですけど、うん、そこ走ってたんですよ。あ、6時間半のやつ、もしかして。はい、はい、あ、それです。私も走ったことあります、それは。やぎじゃなくて、もう京都から、京都、北奈良市からなんで、もっと長いです。あ、でそこで、まあ、くねくね道の中からこう走っていくと、どんどん後ろ詰まっていくんですよ。あー、なるほど。で、流されるんですよ。あ、知らんかなって思いながら、うんうん、こっちは怖いんじゃなって思いながらやってて、うんうんうん、まあ、よく友人にも言われたことが、端っこ寄って、避けれるところは全部抜かさせろっていう。あ、まあ、それはいいですね。ことをよくやってます。うん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 、まあ、補足は無理ですね、確かに。うん、避けれたら避けたいですよね。はい、もう詰まってたら、もうそれはもうしょうがない。なるべく逃げるがいいかな。戦わないのが一番いいですよ。田舎道はよくその方法はやってました。ああ、絶対もう戦わない、戦うこと、大事なところは戦うっていう場面もありますよ。立花さん戦ってるから、そういうの大事ですけど、はい、戦う必要がない、もうどうでもいいのは、もうこっち負けても負けていいやって、路肩に寄せていけいけみたいな。まあ自分もそうですね、うん、まあ、基本走行車線走る、左を走るっていうのがやっぱり基本、まあ特に高速走でしょうね。あ、そうですよね。うん、でも煽りの人はもうただなんかやっつけたいんすよ、自分うまいからみたいな、多分そんな感じかな、イメージとしては。うんうんうん、でも煽りって大体追い越し車線で起きることの方が多いんじゃないかなと見てる。ああ、そういうことですか。あれ追い越し車線じゃなかったかな、あの事件は。確か追い越し車線ですね。へえ、トラックとあの殺しちゃったやつですか。あ、じゃなくてなんか外から出てきたの、なんか例の。あ、ありましたね。あ、はい、あ、あれ怖かったですね。はいはい。なんかガラケーでなんか女の人撮ってました。あ、女の人撮ってましたね。はい。ああ。そうそう。でもやっぱり煽りを受けるのって結局追い越し車線にいたら起きるっていうか、行きたいから追い越し車線使う。ああ、そうですね。に本来は走行車線を走るっていうのが原則だから、うんうん、こ道交法事情を。うんうんうん。おっしゃる通りだと思います。ですよね。はい。他ありませんでしたら、いや、あの、15時ぐらいからじゃあ、はい、私の講演 をやってちょっと休憩。あ、休憩、あ、わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。イエーイ、せーの、いいね、最高ですね、最高です、最高最高最高、本当にいいですね。